東島流星です。お、やはり竹野さん、さっきね、また出ることはいやないんじゃないですかね。いやでもなんかルールいろいろ変わるらしいですよって言われてるんですよね。どうしよう、秋山さん、これでライトに打ったら右方向に打ったらどうしよう。え、さあ秋山、これで最高勝。さあ津田島が、今度はピンチランナーに1塁ですね。これ走れるランナーと秋山に1球目、空振り。こんなこと言えんのかな、あの現役時代に秋山さんで森監督に、当時の森監督に、秋山、お前は右方向にもうちょっと打てたら3割打てるぞって言われて、秋山さんバッターゲージの中でバッティングやめて、ゲージの横をバーンと叩いて出ていった。でこれ言って大丈夫？え、もう言ってます、ね、言っちゃってるから、言っていいです、大丈夫です。でその時にさーなんかさーって周りがもうなんか変な空気になりました。応援あるぞ、さあこれ超えるかな、あー絶対に秋山だけ熱いです。ライトは絶対飛ばないよ。同点タイム、本当そうです。秋山浩二ナイスバッティング。いやー、やっぱりすごいな。やっぱりでも楽しいって今日は。あ、そうですか。言ってました。楽しい、すごい楽しいって言ってました、ね。普段あんまりね、その感情というかね、はい、面白いとか楽しいとか言わない方なんで、はい、めちゃくちゃ優しいんですよ、はい。めちゃくちゃ優しいんですけど、あんまりこう言わない方なんで、それが楽しいって言ったら、ね、本当楽しいですね、うん。この両チームの優勝争いするような。おお、これいいバッティング。いいバッティングしますね。いいバッティングしますね。そう、練習する。練習してますね。もう一点追加の太陽。太陽、まあ、いつもそういうふうに願ってるんで、そうです。ああそうですか、まあ、僕もそうですよ。そうですよ ね、はい、まあ、僕はいろん他のところもいろいろしましたけど結構いっぱいあります、はい、まあ、パ・リーグだとね、まあ、ホークスとライオンズがいたので、やっぱそのチームがやっぱり強くてね、優勝争いをするっていう姿はまあ常に見たいなと思いながら、チームが勝ってようが負けてようが打ち上げた入荷候補センターの浅井、これは浅井センターですね。秋山のからタッチアップできる。おー、ワンバウンドで返した。秋山さん、現役の時絶対ワンバウンドで返すことあんまりなかったですけどね。それもいつも森監督に怒られてましたよ。打ったバッターがセカンドに進んじゃうから、秋ワンバウンドで投げなさいって。 MVP に輝いたのは、打っては3打数2安打2打点、守ってはセンターから矢のような送球、チームセーブ、秋山浩二選手です。ホームプレート終点です。最優秀選手に輝いた秋山選手。おお最後6度目のバック転はなりませんでしたが、途中まで助走を抑えました。本当にまた出るかどうか分からない秋山選手には株式会社ベルーナ様より、放送席から戻ってから2分ぐらい経ったのかな。2分ですね。西武ライオンズ代表取締役社長の奥村剛でございます。MVP 記念、 MVP のインタビューがこれから行われます。さあ、それでは最優秀選手に輝きました秋山浩二選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。場内に名前がコールされた時に、えって驚かれた顔されてましたけど、あんまり自分でね、人打った記憶はあんまなかったって。いやいや、気の出るような、いや楽しんでました。あ、楽しんでましたか。そうでした。でも本当にバットはもうしっかり振って練習してきたんです。いや、全然バッティング してないですよ。してないですか。10年やってないですけどね。でももし打球が上がってそのままスタンドインってなったら、はい、もう、まあ、無理いや、さっきやろうかなと思ったので途中、はい、まではできるんだけども、ね、そこからちょっとね、怖いなと思って。いや、でもロンダート見事でしたよ。いや、カメラマンの皆さんがやるなら言ってよと、撮ったのにってね。逆にやったことでクレームが来ちゃってるんですけども、すいません。で、ただ、いや、ただああやって見せてくださいます。あ、もう一回やってほしいと。泣きの一回、泣きの一回って言ってるんですから、秋山さん。ここで、泣きの一回やりますから。ここではできるけど、はい、そこから怖くてね。じゃあ、ロンダウトやって、その後春日さんに、あの、前転。前転。ほら。ああ、もう、レオがいる。じゃあ、ロンダウトを繋げばいいんだ。レオに。でも、中はできるんですよ。あ、途中はね。
そっからができないですよ。そっからができないですね。じゃあロンダートやってそのつなぎでうまくできる、でしょ、はい、どのここでいいですか。怖い怖い。あのカメラの皆さん、ここ場所ここで大丈夫ですか。ここで OK。 大丈夫ですね。あ、こっち、あ、こっち、こっから、おい、レオはすごいですね。レオもありがとう。ありがとうね。ありがとう。お見事な泣きの一回パフォーマンスしてくださいました、秋山浩二選手。最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。これだけたくさんのお客様がですね入ってこられて本当に嬉しいです。ライオンズ今年チャンスあると思います。皆さん応援してください。ありがとうございました。見事最優秀選手に輝きました秋山浩二選手でした。